山っていうのはなんか惚れたというか大好きですね。今の仕事は、まあ、山で暮らしていくならなんかこういう仕事を一回やってみようかなと思ってやり始めて、こんなに生きていくの、仕事ってこんな大変なもんなんだっていうのを初めて知って、でもなんかでも負けたくねえなっていう、やっていくうちにやっぱ楽しくて、そういう気持ちで毎日毎日今やらせてもらってるんですけど。距離が近すぎて家族との喧嘩もすごい多いんですけど、家族みんなでやってるのがすごいいいなって思ってて、すごい絆は強い家族だなって思ってるんで感謝しますね。でも家族今本当に楽しい、変な家族です。橋の下というイベントがあって、でそこで K さんっていう共通の知り合いがいて、その人が連れてきた女の子がリサでいいなと思って、僕が声をかけました。なんちゅうかな、俺が橋の下音楽祭の設営にリサちゃん手伝ってくれなんて言ったばっかりにこんなことになって、まあでも幸せになってほしいね。一緒にいるとすごい楽しくていつも笑ってるのが本当にすごい合うんだなって思ってて、すごい好きです。なんか自然ですごく明るいし、とにかく優しい、本当に優しくて、僕が何しても怒んないし、笑ってくれるし、こんなんでいいのかなっていつも思っちゃうけど、すごいあったかい子ですね。